明けましておめでとうございます。ワリーパッドでーす、はい、いつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。はーい、2021年、始まりました。はい、ね、令和、はい、3年です。ねえ、あっちもですね。ねえ、ちょっと考えたでしょ、今令和何年か。めっちゃわかりますよね。そう、今日は1月8日ですか、これ。8日ですね。今ね。はい、遅れ、はい、遅らせながら。遅らせながら。上めっちゃ噛んでますよね。そう、遅らせながら。あ、言いにくいな。まあ、はい、はい、遅くなりましたけど。はい。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、まあ、明けましたけど、1月8日現在、うん、なかなか、コロナの状況は良くなくて、そうですね。東京からあれですか、もう、東京中心に、ね、はい、緊急事態宣言出てるんで、うん、まあ、僕たち京都ですけど、はい、これを追って多分関西、大阪周り、大阪、京都、兵庫も多分出るであろう、そうですね。えらいこっちゃです。まあね、まあ、まあ仕方ないですね、ね、もうそれはね、ちょっと、まあ、年始早々そういうね、うん、ちょっと暗いニュースというか大変なニュースというかね。そうですね、まあ、これはね、もう世間のあれなんで、うん、今年の初詣とかもね、はい、もう毎年やったら1日2日にパパッと行ってたんですけど、パパッと、うん、ずらしながら1日1箇所とかね。そうですね、行ってましたけど。行ってましたね。どうですか、うん、今年の今年の夏は。あ、僕もね、大社報告神社行ったでしょ、はい、あのブログ見させてもらいましたけど、はい、僕もね、実は行きました。そうそうそう、多分ね、同じ日行ってる。あ、ほんと中入ってそうそう、中入って、は開いてて、そう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 。あとは、上賀茂神社も行ったりとかね、しましたけど、でもやっぱり人少ない時間狙って、ね、そうそう、少なかったし、少ない時間狙ってというかね、行かせてもらいましたけどね。はい、あとは、うん、お正月らしくお餅食べて、あ、餅ね、寝て、寝てみたいな、よく寝てね、そうですね。もう今年はもうね、ちょっと正月っぽくなくなったかもしれない、逆にね、ちょっと ね、はい、ちょっとうせますけど、まあ、お餅とかね、初詣はちょっと密かに、はい、こっそりしてましたけどね。まあ今年ね、2021年どんな年にしようかなってですよね。そうです ね、だからもうこういう状況なので、うん、まあどうなるかわからないですけど、うん、まあどうあれ、うん、その状況に応じて今年をやっていこうとは思ってますので、はい、まあ、こうやって、ビデオを撮らせてもらったり、うん、まあ、音楽もね、うん、さらに作っていきたいなと、はいはいはい、ね、思ってますが、思ってますね。いや、もうそう言いながらね、実はもう密かに作っててね、まあ、作業はしてます、はい、ね、アイデアはいろいろあるんで、はい、形にしていかないと。そうですね、今後、まあ、こういうね、動画を通してちょっとずつ、そうやね、発表というかね、まあ、聞いてもらえるような形もいいかなとか思ってたりするんで、ちょっとそちらも、まあ、ステイホームしながらね、僕たちの活動も見てもらえたり、そう、まあ、もちろんね、生で見てほしいですけどね、ね、まあ、そういう機会をちょっとずつでも増やしていこうとは思ってます、ね、そうですね、考えてますね、考えてますね、はい。まあ、去年から、まあ、配信のライブがね、うん、ライブさんとかでもあったりするんで、まあ、そういう形もね、まだ使えるかもしれないですね、うん、今年もね、うん、配信で、お客さんこうね、集めてじゃなくて、うん、まあ、家で楽しんでもらったという形でのライブとかもできます、うん、はい、もう何かと、何とかやっていこうと思ってます、うん、そうですね、はい、皆さんもぜひついてください。ついてきてですね、ついてきてください。ついてきてください。応援してやってください。そうですね。ちょっと正月寝すぎてね、言葉が回ってないですね。いつも以上に。いつも以上に。いつも以上にって、さっき言っちゃいましたね。いつもから回ってないです。そうそう、普段通りですよって言おうとしたんですけど、はい。じゃあ大丈夫です。普段通りです。普段通りです。大丈夫です。全然。調子いいですよ。ありがとうございます。大丈夫です。ね、そうそう、まあいろいろやっていきましょう。はい。まあ、ライブの話してますと、一応ね、ライブ決まってますね。はい、決まってます。はい、1月17日日曜日ですね。これちょっと僕たちも初めてのお店なんですよ。奈良、バンダメリーさんですね、はい、大宮かな、奈良の大宮って言うんですか、はい、まあ、駅から歩いていけると思う、はい、出したんですね、はい、一応決まってるんですけど、まあ、こんな状況やからどう変わるかちょっとまだね、そうですね、分からないところもあり、もともと6月、はい、にやらせてもらう予定がでしたね、前回のね、そう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 、
なくなっちゃいまして、なくなっちゃってね、ちょっとで今回1月に変わったんですけど、またさらにやそうですよね、なんか切っちゃったなってところ、なんかね、うまいことタイミング合わなくて、まあ一応ちょっとやりたいのでその方向には進ん、あのね、進めたいんですけど、ただやっぱり状況を見てもしかしてキャンセルになるかもしれんし、時間が変わるかもしれんし、いろいろちょっとお店ともね、相談相談させていただこうと思ってるんですけどね、はい、ですね、まああのまあね、あの詳しくはあのお店の方のホームページを見ていただいて、はい、問い合わせしていただけたらなと思ってます、はい、奈良ワンダメリリで、検索していただくとヒットしますので、そちらの方でホームページ見ていただいて、チケット等を問い合わせ、していただけたらなと思います、はい、あとはまあ僕たちその状況がね変わっていくことをお知らせするのはやっぱブログとかでね、うん、お知らせはしようと思ってますんで、はい、ちょっとねまだ何とも言えないんですけど、今1月8日現在、はい、一応あの予定はしてます、やる予定で、はい、ならアンダメリリー、はい、ですね、そんなところですね、はい、まあどんどんね、まあちょっと状況によってですけど、うん、あのライブとかもね、うん、あのやっていきたいなと思ってます、今年も1年、うん、来年も、はい、来年も頑張っていきたいと思うんでとりあえず今年でいいじゃないですか、はいまず今年頑張りましょうよ。頑張りますので、はい、皆さん応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ではではまた動画で、お会いするかなと。はい。それからねライブがあるかも。はい。ね皆さんどこかで、はい、ぜひ皆さんも健康に気をつけて、ね。そうですね。もうそれ一番ですね。はい、僕たちも気をつけて、ね。そうですよ。もうそれですね。もうそれが第一。もう健康第一ね。もう気をつけながら、はい、やっていきましょう。はい。はい。ではではフラリーカットでした。